佐賀市の加瀬幼稚園で18日、一足早いプール開きがありました。園児およそ190人が水温30度に設定された屋内プールに歓声を上げながら次々と飛び込みました。プール開きを待ちわびていた園児たちは、水の中に入ると大はしゃぎで水しぶきを上げながら泳ぎ回りました。初泳ぎを満喫した子どもたちは、お魚さんみたいに泳げた、気持ちよかったなどと笑顔で話していました。加瀬幼稚園は1982年に温水設備を導入しました。5月から10月の長期間にわたって水泳の授業を行っています。卒園までにほぼ全員が泳げるようになるそうです。